カープ8回問題クリアじゃ。一発。満面の笑みですね。うん、ちょっとこれは止まらんかな、ね、これ終わって、はい、だから火曜日から阪神戦からなリスタートして、はいはい、うん、ヤクルト戦は、あ、違うそうだよお前、あ、あ、びっくりしたわ、ちょっと待って、ふざけんなよ、ふざけんなよ8回ね、非常にグーです、はい、引き分け挟んで4連勝か、あ、そうっすか、というのもやっぱり8回なかなか決まらなかった8回セットアッパーが今間違いないと言っていいんじゃないかな。ああ、なるほど、はい。カープはだから勝とうと思ったら、うん、この絶対的守護神のクリちゃんがいるからさ。そうなのよ。そこにいかに繋ぐか。いや、間違いない。宝の持ち腐れになっちゃうから。本当に本当に。だから交流戦はずっと自宅待機だった噂もあるぐらい。もう帰って。帰って。栗林投手、はい、6月25日デーゲームが終わった後にカメラ回してます、うん、はい、25登板で防御率は 1.96、うん、0勝1敗4ホールド15セーブと、うん、もう奪三振もね、もちろん2桁いってますよ、素晴らしい、なのでこの栗林投手につなげば、うん、勝ち切れるんですよ、うん、で8回ね、うん、まあもともと去年もいいピッチャーだなと思ってたんだけども、はい、森浦投手、あ、ガチコンハマってるね、ハマったいいですよ、19登板、はい、防御率 1.06、うん、もう0点台に限りなく素晴らしい近づいてます、うん、12ホールド、はい、そしてね、まっすぐはそんなバンバン150オーバーするような球じゃないんですが、うん、こちらも奪三振率は2桁、うんうん、だからこのまっすぐはそんなに速くないんだけども、チェンジアップが、うん、これはね、9回見渡してもチェンジアップの球種だけでいうとかなりレベル高いんじゃないかなみたいな、なるほど、右バッター結構くるくる振ってくれてる、それが効いてんだ、効いてるね、うん、まあ、もちろんね、ウィップも1切ってますし、うん、KBB なんかも、まあ、4点台近く、おお、素晴らしいよ、非常に素晴らしい、素晴らしいです、うん、この8、9は決まったと、はい、欲深いもんですわな、7回の男が待たれるのと、あ、まあまあ8回決まったのね、そうだね、もうこのまま盛り繰り、うん、8、9決まったら、うん、で、2位争い、まあ、首位なんて言いませんけど、いや、言わないとダメですよ、あ、言わないとダメだ、あら、ああ上見ないと、あ、19点取ってやったから、あははは、無限だったね、やれるやれる、で、7回、はい、誰がいいのかと、うん、もう8回と同様に非常に重要なポジションですよ、間違いないね、7回っていうのもね、うん、今これ個人的な意見も入ってるんですけど、うん、はいはい、まあ、矢崎投手かケムラ投手になるんだろうとは思うもう二人いるんだけど、うん、利き腕の問題とかもあるから、ほうほうほう、森浦投手が左で、ああそうね、できれば右でいきたい、ああまあまあ右左右で、ああまあいけんな、矢崎投手ね、うん、頑張ってますよ、ドラフト1位慶応大学からね、うん、来てなかなか結果出てなかったんですが、今年はやっぱりフォーク、はい、効いてる、ほう、18登板、うん、防御率 2.53、うん、1勝0敗4ホールド、うん、で三振率もね 9.70、 ああ素晴らしい、これはフォーク結構空振り取ってるイメージあるもんな、取れてるね、あの落ち幅が大きいからさ、うん、ちょっと高め浮いたと思ってもなんか、あ、高めってなるみたいなそれが一応打ちづらい形するからね、待ってないと、でウィップも 1.55、はい、KBB で言うと 1.77、 あ、まあ、森浦投手とかね、栗林投手に比べるとっていうのはあるんだけど、うん、まあよく頑張ってくれてるんじゃないかなと、ちょいフォアボール多いぐらい、そうね、KBB でちょっと分かりました、フォアボールがちょい多い、うん、そこ、うん、本当にちょい多い、うん、ちょい多いっていう感じね、スッと終わってくんないから、うんうん、ケムラ投手、はい、近いんですけどね、成績は18登板、防御率も同じく 2.53、うん、1勝0敗5ホールド、うん、ウィップが 1.24、うん、若干矢崎選手よりいい、うん、この2人数値が似てる、うん、あ、ケムラ選手の奪三振率は 7.04 だね、うん、あ、 7.04、 なるほど、矢崎選手の方が奪三振率高い、高いね、ちょっとってことはケムラ選手の方がちょっとフォアボールは矢崎選手より少ないってことだね、そう、うん、だから非常に僅差ではある、僅差だね、似てるね、本当になんなら、はい、2人でやっていってもいいんかな、うん、なるほど、うん、とは思うんだよね、全然ありだよね、なんかどっちかがね、うん、個人的に矢崎投手なのかな、奪三振率 9.70 は魅力的だし、あ、魅力的だね、それは、うん、だから森浦投手がチェンジアップのような落ち方するでしょ、うん、で矢崎投手はそのフォーク、うん、ま、ちょっと目線も変えれるし、うんうん、いい組み合わせなんじゃないかなと思うんだけど、確かに、うん、もう一人、はい、これ左ピッチャー、うん、ターリー投手ね、あー、ターリー投手な頑張ってんのよ、すごい、15登板、うん、防御率 2.53、うん、0勝1敗5ホールド、うん、奪三振率も 8.44、うん、ウィップ 1.41、うん、KBB 2.50 と、
ガーリー選手の方がこの数字だけ見たら矢崎ケムナよりいいんだけど、本当だね、左左にね、これ最初に言いましたけど、左左右、関係ねえんかな、でもな、あ、まあどうかな、まあ組み合わせやすいっちゃ組み合わせですよね、どういろんなピッチャーいた方が、だから例えば左左って続く、うん、打順の並びだったらターリー選手文句なし、ちょっと状況に応じて使うっていう競歩の方が合ってるし、うん、貢献できるんかなと。そうだね、毎試合投げるわけじゃないから、そうそうそう、うんうん、この3人っていうのがもうワンステップに、うん、巨人から脱出するためには、うん、いやだから1位目出しなさいって必要なんじゃないかな。あ、いや、みんないい、ターリー選手もいいね、結構いいよね、うん、いい、ね、うん、こうやって実際にフォアボールしてみると、うん、あ、やっぱり交流戦開けて、うん、調子いいのは理由があるんだな。そうだね、もっと長い目線でもう来年再来年とか考えると、うん、今2軍落ちちゃったけど、うん、島内投手ね、ぶっつってんだろ、うん、島内投手は脅威だったよ。あら、やられたら、やられたらもうお手上げだったかもしれない。でも今のところ倍返しというか2軍、うん、そうだね、行っちゃってるとか、うん、14登板ね、今年、はい、1軍では防御率 5.25、うん、0勝2敗6ホールド、はい、ただ三振率は 9.75、 力あるもん、後ろ任せれるピッチャーです、うん、ウィップは 1.50、はい、KBB が 1.63 と、うん、5月16日抹消してるんだよね、はいはい、結構長いこと上がってきてない、うん、なるほど、ファーム、あー10登板、うん、12イニング投げてます、うん、防御率同じく 5.25、うん、0勝1敗ウィップ 1.42、 KBB も 1.80 と、うん、ちょっともがいてんのかな、試しながらやってんのかね、うん、この島内投手が来てくれるとなお良いんだけども、まあ熱くなるよ、熱くなる、確実にね、うん、またその6連勝とかやってた時みたいに投手力を軸にやっていってほしいなと、うん、あ、8回決まったのでかいよ、でかいよ本当に、 あ、うん、あとは7回とか引き分けの時とか、うん、そこら辺埋めていくことですからね、うん、うん、勝っていくチームですよ、素晴らしいと思います、うん、でなんかね、交流戦開けて笹岡さんも変わったんだよ、サインのやり方が、お、簡単に送んない、うん、ああそう、交流戦でなんか最後菊池選手かな、うん、2点負けてる場面で、うん、多分ノーサインでバントしたりしたんだけど、うん、それにビビったんじゃないかって俺は俺はだからあれは菊池選手からのこんなんじゃ勝てませんよってアピールだったんじゃないかなって、なるほどね、笹岡さん顔がシュッとしてこんなことやったのか、連勝を重ねてますし、うん、後半最後夏に向けていい形で来れてるんじゃないかなと、ね、思います、はいはい、また明日お会いしましょう、ありがとうございました。広島8回決まったよ、どうなオタクは明日やっちゃおうかな、うわあえいかんはフェドローに輝く語呂ある、チャンネル登録お願いします。